どうも、DAIGO です。今回ですね、ダイエットに関するですね、お話をしたいと思うんですけど、まあ、夏になってね、今更ね、ダイエットっていうのはあれですけども、ダイエットしておけばよかったなっていうふうに思う人もいると思うんですけど、実はですね、痩せたいって思う女性は結構多いと思うんですよ。でも実はこの痩せたいと思う感情が実はデブの一番の原因なんですよ。えって話ですよね。そう、実はですね、心理学的には痩せたいと思えば思うほど太る、しかもメンタルも病んでくるっていうですね、こう非常にですね、非常になんかこう、なんかこう恐怖感をですね、感じるようなですね、真実が、見つかってるわけなんですね。はい、というわけでですね、今日はそんな、痩せたいと思うと、皆さんの体に起こるですね、デメリットについてご紹介したいと思います。で、このチャンネルではこういうふうに様々な心理学や科学の知識を皆さんにご紹介するということをやってますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。これですね、もっと痩せたいっていうふうにですね、思う女性とかも多いと思うし、男性でもちょっと痩せたいなとかって思う人いると思うんですけど、そういうふうに考えてしまうと逆に太るし、メンタル弱くなるし、病気にもかかりやすくなるってですね、すさまじい研究が出ております。はい。で、前もね、話しましたけど、自分の体のですね、体型とかの特徴を受け入れたりとか、自分の体に対してもうこれでいいやみたいな風に、こう、こういう、ね、体型もありでしょみたいな風に、自分の体を受け入れてあげてる人の方がやっぱ幸せになるっていうですね、研究っていうのはですね、たくさんあるんですよ。で、実際にですね、痩せたいと思った時に皆さんの体に起こるデメリットを3つご紹介して、じゃあ、痩せたいと思わないで痩せるにはどうすればいいのかって話まで今日はしたいという風に思っております。まず1つ目、自分のですね、体型を受け入れられてない、いわゆるこう痩せたいというふうにですね、考えている人ほど病気の発症率が上がるってことはですね、これコロンビア大学の研究で出ております。これ15万人のですね、人たちを対象にして、健康に関するですね、調査と分析を行ったんですね。そしたらですね、何が分かったかというと、もっと体重減らしたい、痩せたいというふうに思っている人ほど病気になりがちで、主観的にですね、測定した場合の気分とかも悪くなりがち、ちょっとメンタルが落ちやすくなって、で特にですね、これ女性の方がですね、この悪影響を受けやすかったってことが分かってるんですよ。逆に自分の体重を受け入れてる人とか、もう例えばもう太ってる人でもこうそのデブを受け入れる人とかいるじゃないですか。こういう人っていうのは実は太ってるにもかかわらず病気にかかりにくかったんですよね。これ不思議ですよね。つまり自分の体型を受け入れて開き直ってるデブと自分の体型にコンプレックスを感じてるですね、デブはですね、話が違うんですよ。自分の体を受け入れてる人っていうのは多少太っていて健康指標が悪かったとしてもあんま病気にならなかったんですね。逆に自分の体を受け入れられてないちょいポチャぐらいの人はですね、どうなるかというと、太ってる、もっと太ってる人よりも健康はですね、悪化する可能性が高かったってことが分かってるんですよ。なかなか面白いですね。これまあボディイメージって言うんですよ。自分の体に対するイメージ、これが受け入れられてないと体にも悪いと、健康的にですね、考えた時にも悪影響があるよってことがですね、分かりましたっていうですね、研究、これが一つ目ですね。はい。で、二つ目、自分の体重に関してコンプレックスを持って、例えば痩せなくちゃってこんなんじゃってふうに考えちゃうと逆に肥満のリスクが上がるっていうですね、研究が2つ目ですね。つまり痩せようと思えば思うほど、痩せたいと思えば思うほど太るっていうことです。もうすごい話ですよね。はい。これこのボディイメージと肥満にはですね、結構ですね、ちゃんとした関係があるってことが分かってまして、例えば2015年のテキサス大学によるですね、研究だと約4000人、今日ちょっと研究のですね、対象が多いですね、4000人の若者を調べたところですね、自分はちょっと太ってるなっていうふうにですね、自己判断していた人ほど、1年ですね、追跡してですね、その人のですね、体重とかですね、肥満度を測ってみると、なんと自分はちょっと太ってるなと思ってる人ほどですね、1年経った時に、太ってる確率が高かったんですよ。で、あと2013年のフロリダ大学のですね、フロリダ州立大学の研究でもですね、同じような結果が出てます。4000人のですね、大人の人たちをですね、調べたところですね、自分 の体重とかですね、体型に対してネガティブなイメージが強い人は、4年後に、肥満になる確率がですね、2.5 倍も高かったんですよ。だから同じ体型でも自分の体型を、ネガティブに捉えてる人と、ポジティブに捉えてる人とネガティブに捉えてる人の方が 2.5 倍も太りやすかったんですよね。すごいですよね。はい。で、この原因は明確にはですね、分かってないんですけど、まあおそらくコルチゾールでしょうねっていうふうにですね、科学者は言ってます。つまりそのストレスホルモンが自分の体型に対して、不満を抱えてる人っていうのは出まくるので、このせいで、どか食いしちゃうんですよ。そう、ストレスホルモン、コルチゾールって、食欲を増進させる効果があったりとか、太りやすくしたりとかですね、するですね、効果が確認されてるんで、そういう意味で言うと自分の体型を受け入れられないっていうのは、それだけで肥満リスクなんですよね。そして3つ目のポイント、じゃあ自分の体型を受け入れたらですね、何が起きるのと、開き直るだけなんじゃないのというふうに思う人いるんですけど、違うんですよ。実はこの自分のボディイメージ、この自分の体型のちょっとぽっちゃりしてるなとか、この辺のお肉がとかって気になる人いると思うんですけど、こういうの、欠点ではなくて、もうこれは自分の個性なんだと。もちろんその変えることはできるかもしれないけど、まあ、とりあえず個性だから一旦受け入れるというふうなですね、この自分のボディイメージを受け入れた人っていうのはですね、仕事にもですね、ポジティブな影響が出るということが分かってます。これ2014年のですね、研究になります。153人のですね、女性を対象にして、全員のですね、 BMI、 ボディマスインデックスと、体のイメージ、ボディイメージですね。で、これと、自分の自尊心とかを調べたんですね。その結果何が分かったかというと、自分のですね、体型に関する欠点を受け入れている人ほどポジティブなですね、生活がちゃんとできていたってことが実は分かってるんですよ。で、さらにですね、さっき言った通り、こういう自分のですね、体型のですね、欠点を受け入れている人ほど
まあ、健康的になるという話も、ね、しましたけど、困難とかにもです、ね、強くなるんですよ。レジリエンスってやつですね。いわゆるこう困難にです、ね、立ち向かってそれを乗り越えていく、人生のです、ね、困難をです、ね、に立ち向かって乗り越えていくのってなかなか難しいところではあるんですけど、この能力もです、ね、実は自分の体に対するです、ね、あのイメージっていうのを受け入れている人は上がったよってことがです、ね、この研究で分かってるんですよね。これなかなか面白いですよね。だからぜひ皆さんもです、ね、自分の体型を受け入れるというところから始めるといいと思います。とはいえでもね、やっぱ受け入れられないですよね。例えばあれは男性だったら腹筋もっと割りたいなとか、女性だったら二の腕のお肉を取りたいなと思うのは自然なことでしょう。ところがじゃあそれはね、自分の体を良くしたいから痩せようっていうふうにですね思うことはそんなに悪いことなのかというふうにですね思う方もいらっしゃると思うんですけど、これは悪くないんですね。ただ痩せることを目的にして痩せちゃダメなんですよ。もう何となく分かりますよね。つまり痩せることを目的にするのではなくて、例えば、ね、あの健康的な食生活を、する、チャレンジをしてみようと。例えばね、毎日ですね、あのフルーツを、ね、こうね、100g プラス野菜をですね、例えば 800g 食べるチャレンジをしようとか、あるいは運動でもそうですよね。筋トレとかで筋肉をつけようとかっていうのはいいんですよ。痩せようとかではなくて筋肉をつけようとか、あるいは、自分が新しいことにチャレンジして、このですね、筋トレのですね、習慣を身につけてやりきろうみたいな風に違うチャレンジにするんですよ。痩せる、結果的に痩せるのはいいんです。でも痩せることを目的にしちゃダメだよっていう話なんですよね。なかなか面白いですよね。そういう意味で言うと、あのここら辺のですねポイントっていうのはですね、ぜひ押さえておきたいなというところです。だからそういう意味で言うと、まあなんだろうな、あの運動とか健康的な食生活を続けるっていう習慣のチャレンジにしちゃえばいいんですよ。習慣とか自分が何かをするためのチャレンジにしてしまって、やるチャレンジにしてしまって、痩せるっていうのは結果的に痩せるだろうけど、痩せることが目的なんじゃなくて、自分は運動してより重いね、ものを上げれるようになったりとか、たくさんのですね筋トレのテクニックをですね身につけたりとか、例えば姿勢を良くするとか、そういう痩せるってこと以外のことを目的にして結果的に痩せるっていうのはですね一番いいダイエットの仕方ですよということをですね、お話しして、今日はですねこの動画を終わりにしたいと思います。で今日のですねおすすめの動画なんで、おすすめのですね本なんですけど、今日のおすすめの本はですね、番組タイトルの説明欄の方に入れておきます。真相版パレオダイエットの教科書っていう本ですね。これはあの、ね、僕はね日本で一番尊敬している人が書いた本なんですけど、これすごく面白いです。あの体型ごとにですね、どういう食生活をしてどういう運動をすれば無理なく痩せれるのかってことが書いてあるんですよ。でこれも痩せることが目的になるのではなくて、体調を良くしたりとかですね、メンタルの状態を良くしたりとかするですね方法と合わせて載ってるので、このダイエットのですね、痩せたいと思うほど太るって罠にですね陥りづらいと思うので、ぜひですね女性の方なんか買ってみてください。番組タイトルの説明欄からおすすめの本チェックしてみてください。で今日の続きの動画なんですが、まあ、男性でも女性でも、まあ、とりあえずですね、代謝を上げようとかですね、いわゆるモチベーション、ね、を上げるためにちょっと運動から入ってみようかなと思うのはすごくですねいいやり方だと思います。僕もやっぱりね、頭の回転を良くするためにですね運動を始めました。脳をですね、鍛えたいんだったら運動しかないみたいなですね本をですね僕読みまして、それで運動を始めたんですよ。まあ、ところが、まあ、なかなかね、いきなりジムに行こうというのは難しいと思うので、今日は、まあ、たった、1日たった4分やるだけでですね、人生が変わるようなですね、こう、モテる体型に変わって、自然に変わってしまうし、モチベーションも上がるし、アンチエイジングになるってですね、最強の運動方法をですね、徹底解説した動画を今日の続きの動画として、載せておきます。今日の続きの動画、番組タイトル下の説明欄、または YouTube のコメント欄の方からチェックしてみてください。今日の続きは、1日4分からのモテる体型の作り方と、いうことでですね、たった4分で、人生を変えるですね、運動法をご紹介したいと思うので、ぜひですね、チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。